合わないんですよ。で、このカタカナの統一をきちんとやらないと、アルファベットは26文字であるからもう完璧なんですけど、実はこういうところでつまずいてるんですが、これ多分自民党の中でも長年議論されてきたんですけど、全然できてないんじゃないですか、まだ。法律も通ってないし。これ先にやるべきだと思いますが、総理どうですか。国務大臣、平井卓也君。この話はもう本当に長い間いろいろ議論してて、まあ、法務省、総務省のちょうど間に落ちちゃってるんですね。縦割りなんですね。ええ、それであのこの まあ、おっしゃる通りにですね、まあ、出生届の時に義務付けられてるって、さっきお話になりました、はい、あれは義務付けられてるわけではなくて、書いたものをあれよく読んでいただくと、要するに戸籍の中で公に明かしてはいないんですよ。参考として送られていくっていうふうになってるんです。義務付けられているんであれば、そこであの公に明かしたことになるんですけど、それがなってない。そしてそれ、名前と読み仮名っていうのは、これはあの、まあ、一部の方ですけど、選挙のたびに自分の名前の読み方を変えて立候補される方もいるんです。いや、だからそれほど、要するに、日本では名前の読み方というものを、誰も公に明かしていないというところが、個人を特定するときに非常に不安定になる。なので、マイナンバー等々が、この、 国民に振られたということは間違いないんです。で、これはですね、今総理が主催するデジタルガバメント閣僚会議のもとに、マイナンバー制度および国と地方のデジタル基盤、基本改善ワーキンググループにおいて、氏名の読みの公書、公に明かす向けた工程表を、まあ、年内に作ろうということで、当然、法改正も視野に入れています。そしてデジタル庁ではですね、このような、要するにベースレジストリーの基本の基本ですよ、ここ、こういうものをきっちり国として作っていかないと、まあ、これからのデジタル社会が不安定になるので、そういうものの整備とルールを作っていくということも、デジタル庁の一つのミッションにしたいと考えているところです。玉木雄一郎君。いや、こういうことはできてないんですよ。でまさに平井大臣おっしゃってる、まさに間に落ちてるって、これ、縦割りの象徴でしょ。で、こういうところからちゃんとやらないと、デジタル社会、デジタル社会って言ってもできないんですよ。だから、河野大臣がハンコなくすで一生懸命やっておられるのでいいんだけど、こういうところもね、行革の観点からもやってもらいたいんですよ、ぜひ。で、総理はこれはぜひね、今、まあ、法改正も含めてって平井大臣言いましたけども、総理のリーダーシップもしっかり発揮していただきたいなと思います。